休みもしてない。それから彼は柏崎の原発の解除宣言もしてない。こういう具体的な歴史的な大事を起こしながらまだ完結することをしてない。これだけの被害を見たら早速廃炉にして少しでも原発なのにして自然エネルギーによってやっていこう、そういうものが決断が必要だと思います。ところが東京電力は相変わらず重大に連続して海浜柏崎原発の再稼働を狙っているし、あるいはこともあろうに第二原発も再稼働するかもしれない。これは一切私たちは認めない。再稼働は絶対認めない。そして今安倍政権見つかる際重要な資料を全て隠していく、そして再稼働を進めようとしている、こういう無駄汚な非論理的で非倫理的でめちゃくちゃな権力の腐敗、腐敗した権力そのものである政府が原発を進めようとしている。考えてみてください。日本は例えば敗戦間近の時に戦艦大和を沖縄に派遣して無残にも沈没しています。あるいはニーミニアとか本作に商品を送っておきながら何も支援しないで、そして殺してしまっています。で、ほとんど全くそうです。今原発が全くの認識でも認識でも破壊されていて、どういう理由があって原発を稼働させるのか何の理由もない。全く原発稼働の理由論理はないです。ただ通産環境経産の環境と、そしてなんと経団連、北朝鮮機が今経団連会長ですけど、北朝鮮投資が一致し、こういう軍事産業ですけど、軍事産業であり原発産業であるところがとにかく再稼働を狙っている、そして実行もしようとしている、こういう無茶苦茶なことに対して私たちは自動政権として原発にも大事だ、原発なんだ、原発はゼロだ、自然エネルギーやっていこうことを高らかに宣言して、これからも大きなことを拡大していこうと思っています。今、安倍政権はとにかく原発を再稼働させようとしている。しかし、よく考えてください。今までの市場たち、例えば小泉さん、細川さん、それから鳩山さん、それから母さん、そして子どもまで原発をダメだと言ってます。脱原発を言ってます。これだけ実際の主要な脱原発を言っている。ところが、安倍政権は何にもとこらず、強国を受け取らない。こういう地位論理で、国土論理で、野蛮な政権が、まだ今まで亡くなったように思っている。これは国家の大事で、原発のない、働き方が生きている。それが生まれたと、これが国土がないだと思います。とにかく日本の将来を考えれば、一日も早く原発の国から脱して、Thank you.
Thank you.
ございました。続きまして質疑をお願いします。当然株式会社木村由紀さん、お願いします。こんにちは、木村由紀でございます。私たちは30年も前から、東京電力に対して原発をやめろとずっと株主提案を続けてまいりました。今、6月の株主総会に向けて、10本ほどのですね、原発ゼロ法案再稼働をするなという法案を